どうして俳優になったの？友達のオーディションに付き合いで。自分が受かると思ってた？ああ、風が吹いたんだよね。それは分かった。今日の空は晴れてますか？どんな色をしていますか？流れる日々に迷わぬように見上げていてください。数えることできないくらいたくさんの夢があなたを見守ってるから、待っているから、うつむかずに笑っててよ。あなたが涙を流すたびに、ただたまり込んで慰める言葉も知らずにいた僕を許して、失礼かもしれませんが、聞いておく必要がある。あなたはこの時としと何か関係があるのですか？はい。だからこそやれる自信があります。